やっはろー、どうもこんばんは、マジダジョギニハマーです。さて、ただいま5月29日日曜日のね午後9時34分になるとします。今日はもうのんびりします。ちょっと昨日の疲れが残ってるのかね、やたら今日眠くて、まあ今日ね朝寝たんがもう6時半ぐらいだったんですけども、9時半ぐらいにこれが届いておきましたね。で今日はせっかくしこれ開けてみようかなと思います。でその後近くでもまあちょっと離れてますけども、自衛隊があるんですけども、自衛隊の演習場かなんかのね大砲の音でまた11時ちょっとかな目覚めて、あんま寝てなかったんですよね。まあその状態でスパイファミリー見て、何見たっけ、スパイファミリーと、ダンスダンスダンスルとアハレンさんとね、3本見て、まあもうちょっともう可愛いだけじゃない式守さんもね、もう一個テレビで録画したやつ行こうか思いましたけども、今日も深夜にします。このヒーラーめんどくさいと一緒にね。はい。で実はねこれも届いてたんですよね、ちょっと前に3日4日ぐらい前かな、これも届いてたんですけども、ちょっと開けずに撮っておきました。はい。これ2つとも響けユーフォニアム関連です。ということで今日はねこの2つ開けてみようじゃないかと。はい。じゃあまずこいつからいってみましょうか。これ何かというと、今年の3月にやってましたね、響きユーフォニアムと宇治市のコラボ、のウィンターフェスタで、まあ、マスクケース集めしたんですけども、それで、まあ、一応700円以上でスタンプ1個もらえます。それ5個貯めると応募できる、タペストリーが当たるというね、50名ですよ、50名当たりました。はい。で、なんかね、タペストリー当選ですよ、よっしゃーと思ったら、その後お詫びのメールが来て、タペストリー品切れになったと、なんか、数足りひんってことで、ポスターになる可能性もあります、みたいな。やったかな？タペストリーか、ポスターどっちかが当たります。で、ポスターはなんか、防水のポスターらしいんですけども、まぁ、ちょっとせっかくなんで開けてみましょう、これね。全然開いてへん。開いた開いた。よしよし。よし。それでは開けてみましょう。お、ポスター入ってますね。お、ポスターですね。あ、手触りがすごくいい。あ、すごい手触り。あ、パキ、え、パリ歌よ。お、いいよ、いいよ、いいですよ、いいですよ、これ。いいですよ、これ。ウィンターフェスタの。お、いいですね。お、さらにシールもついてるね、シール。あ、これいいっすね。これめっちゃいいわ、これ。おー。もうめっちゃいいこれ。これちょ、貼ろう貼ろうか。あ、でもでかいな、これ。さらにステッカーついてますね。おおおお、サファイアじゃあ。あ、これすげえ。あ、サファイア、クミコ、ハズキ、レイナ。あ、全員ありません。2枚ずつこれ。2枚ずつか。2枚、2枚、2枚、2枚。おお、すごい。なかなかな数ですよ、これは。これがね、なんですよ。700円以上集めると、1枚もらえるシール。大量。これはいいな。これちょっと UFO ファンたまらんですよ、これ。これまあ50名なんでね、やったぜ、当たったぜ。やったぜ。ね、当たりました。さて、続いてこいつですけども、今週土曜日ですね、もう6月4日、まあ、あがた祭りの1日前ですけども、まあ、あがた祭りね、今年もまあないんですわ。神事だけあって、夜中のね、出店なし。で、そのね、6月4日に、いつもあがた祭りのね、近くで、宇治でお祭りフェスティバルというのがね、開催されてまして、まあ、僕は当然知った時にはもう遅かって、2019年に、僕は UFO 見たんでね、7月に。で、そっから、もう20年か、2月にね、誓いのフィナーレが、円盤出ましてね、それに優先権があって、僕は当選したんですが、なくなったんですね。で、去年もなくなったんかな？あれ、どっちや？確かそうですね。そして今年、やるってことで、当たりました。さあ、見てみましょうか。ちょっとカッターがないからね、これ。よしよし。よしよしよし。はい、来ましたね。来ましたね。チケットですよ。お、チケット1枚だけですね、入ってるの当然。はい、響きユーフォニアム6回目だよ、宇治お祭りフェスティバルですね。おお、はは8列目17番や。
やった、8列目17番。はい、僕あの、今年、去年と、定期演奏会行きましたけど、去年、2階の後ろから3列目、声優さんの顔全く見えず。はい、今年4月、3階の後ろから2列目、全く見えず。8列目やって、8列目。やったぜははねえ。楽しみやな、今週。しかもね、もうこれあの、場所は宇治市文化センター大ホール。超絶近所。超絶近所。もうバイクやったら10分かかりません。ね。超絶近所です。あの、僕が中学1、2、3年生の時、合唱コンクールでね、歌った舞台ですよ。あの、1期11話でね、レイナと、香織がね、ソロパートを争ったあの舞台。そして僕はあの舞台では、2回ショーしてますね。2013年の1月、成人式。それと2017年の5月ですね。あの、まあ、全国にあるのかな、青年会議所の、京都ブロック、宇治ブロックかなの、45周年記念かなんかのね、式典で僕はあの舞台でやってます。いやー、楽しみやなー。はい、ということで、開封動画でした。これ誰が興味あんねん、これ。はい、最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなど、よろしくお願いいたします。はい、もうね、仕事も収入も貯金もないですけども、明るく元気に楽しく生きてますんでね。皆様、応援してやってください。それでは、マジダイドゲニー浜でした。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。